そうなんですよ。すげえ。さあさあ来ましたよ皆さん。はい、買ってきましたよ。マジでこれね、スコーピオン DC の101ね、HG マスゲンさん用に左です。ちょっと開けてみようか。今回ね、クリスマスプレゼント企画っていうことで、はい、左ハンドルのスコーピオン DC ね。でマスゲンさん最近 HG が好きって言ってたんで HG 買ってきました。でですよ、まあ、これを単純に入って渡してもね仕方がないだろうと思んないんじゃないかっつうことで、いつもお世話になってるディケイドワークスさんですね。僕がメタニウム MGL を黒に変えていただいて、まあ、すごいかっこよくしていただいたんですけど、そのディケイドワークスさんにご協力いただきまして、これをマスゲンだけの世界に1台のリールにね仕上げてやろうかなと思ってます。でここで実はこれマスゲンだけのプレゼント企画じゃないんですよ。このスコーピオン DC っていうのはだいたい販売価格で25,000は絶対超えるんですよね、釣り具屋さんで買うと。でマスゲンさんのマイルール的な感じで2万円以上のリールは使わないっていうルールがあるんですよ。でこれを世界で1台のかっこいいマスゲンリールに、まあかっこいいがネタかどうかはちょっと分かりませんけど、塗装したやつをマスゲンさんが受け取らなかった場合、そのまま皆さんにプレゼントします。まあ、普通に十分かっこいいんですけど黒でね、やっぱちょっとマスゲンさんカラーレッドにしていきたいなと思います。僕ねどんな感じでカラーが、これに映えるかよくわからないんで、ディケードワークスさんの方にちょっと相談してみようと思います。早速はい、じゃあね皆さん、ディケードワークスさんと通話をつなげまして、どうも、あどうもこんにちは。初動画登場ということで顔映ってないです。顔映ってないですけどね、ちょっとまあ今回 メインはねマスゲンさんへのプレゼントということで、はい、ちょっとご相談したいなと思ってるんですけど、黒色のスコーピオンを赤に変えてもらおうかなと。そのどういうこれどういう赤かっていう、そうなんですよ、そこなんですよね。これってツートンは難しいんですよね。確かに、どこでツートンにするかっていう話にもなりますけど、基本あれでしょ、パーツをツートンにするっていうパターンが多いんですよね。それが一番楽ですかね。あそうじゃない時もありますけど。ああはい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 。ネタに走るか、なんか結構真面目な路線でなんかマットブラックになんかちょっと赤加えてみたいな感じするかなんですけど、はいはい、こんなん使えんわってなったら、そんなことはないですか？いや、これ実はね、マスゲンさんがこんなん使えんわってなった瞬間に、このリールは視聴者プレゼントになるっていう企画なんですよ。あー、なるほど。そもそも。で、マスゲンさん、そもそも2万円以上のリールを使わないっていうマイルールがあるんで、はいはいはい、超えちゃってるんですよ、2万円を。あー、だからもし受け取らなかったら、視聴者プレゼントっていう、はい、あのダブルで美味しい企画なんですよ、今回。だから、ちょっとどんな塗装でもいいかな。値段いきましょうか、もう。真っ赤っかにしてあります？かっかにちょっとイタリアンな感じの赤とかそっか、赤でもいろいろあるんですよね。そうなんですよ、ちょっとこう暗めの赤だとちょっと血の色っぽいっていうかなっていうでしょ。あ、暗めの赤はちょっとな、どうしもう合わせるロットがないっていうぐらい、はい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 、真っ赤くていい人だっていう逆にね。え、それがさっき言ってたイタリアンレッドっていう感じですか？そうですね。あ、じゃあそうします。それ、うん、いいと思います。せやな、でもこうなったら全部赤でいってやりましょうよ。このハンドルもですか？いや、ハンドルは黒、あのハンドルとクラッチだけ黒にして、クラッチ黒、あと全部赤あ、スプールとレベルワインドだけあれかな、全部同じ赤、艶具合も全部マット。いや、ハンドル側だけじゃマットにしたらどうですかね、マットレッドみたいな。どんな感じですかそれなら。でもトーン落とした方がいいのかな、赤の。本当にバチバチ決めていくなら、はいはいはい、本体赤、はい、でこの辺、このハンドル、ドラグノブ、はい、キャスコンノブはもう 黒系でビシッといくのが、やっぱそうなんや、一番王道。かっこいいですよね。あんまりハンドルとか本当に色入れることはないですかね。なるほど、どうしようかな。入れるならもうここ、はい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 、だけボディと同色で、あとこの付属品は全部黒みたいな。
ここのキャストのこの平たいところに何か入れるってこともできるんですけど、はいはい、ああなるほどね、入れられるんですかあのマスゲンのあれは。ああ顔だけとかなら入れれるかもしれないです。このよだれ出てるやつ、ね、ああそう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 です。ああ入るかな、ああいけるかもしれないですね。あマジですか、ちょっとデータ作ってみないとなんとも。えほんまにそれいけるんならやってほしいですけどね。うんそれいいですね。あじゃあそうしましょうよ、ちょっとそれはちょっとデータを作ってみます。1回、あわかりました、無理やったら無理で全然大丈夫なので。了解です。ちょっとじゃああとはもうあの塗っていただきながら調整するみたいな感じにしておきましょうか。今から仕上げていただきますわ。はい、頑張ります。はい。皆さんどうですかこれ、マスゲン喜んでくれるんちゃうかな。リアクション楽しみ、どんな顔するやろね。すごいよこの赤の具合もさ、マスゲンさんっぽい赤やね、ぴったり。いいわこれ、じっくり見てみんな、こんな感じよ。これすげえわ。ディケードワークスさん本当にありがとうございます。早速じゃあねマスゲンさんにプレゼントしていきたいなと思います。その前にねちょっと糸巻きます。釣り場で渡そうと思うんでそのまま使ってもらうっていうね。でこれねもしね2万円以上のリールなんでマスゲンさんが受け取らなかったらもう丸々皆さんに有無を言わさずプレゼントします。はい皆さんマスゲンさん呼んできましたんでちょっと待ってて、ちょっと待っててよ。いやこのクリスマスプレゼント企画これ見て、わざわざ買いましたからね。かなり段ボールで。どうですか、ちょっとじゃあ開けてもらいますわ、マスゲンさんに。まあ、そんなリアクションに生き物じゃないですよね。生き物、いやその可能性もあるよね。ちょっと振ってみて。振っていいんすか。いいよ。ではないっぽいっす、ね、あ、ではない。まあでもハムスターとかやったらあり得たんで。おー、どう。はいはい、え、はい、いいじゃないですか。いいでしょう、プレゼントとしては。はい、あ、これ視聴者プレゼントですか。もちろんもちろん。へー、あれ、あれ、ちょっと待って、わかりませんけどタオルにくるまれている。ああ、え、ちょっと待って、これ塗装されてる。どうだっせー。どういや、どう、マスゲンさん。いやいやいや、え、ディケイドワークス。そうそう。すげー、もちろん。そうなんすよ。すげえ、わざわざやっていただきましたよ。
やそれはね、はい、マスゲンさんへのプレゼントなんですよ、はい、マスゲンさんへのプレゼントなんですよ。いや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 、経過、いやただね、はいはいはい、マスゲンさんその2万はいはい超えのルールがあるじゃないですか。はいはい、あります。多分2万超えてくるでしょ。超えてますね、はいはい、どっちでもいいんですよ。マスゲンさんがそのスタイルを行くっていうんであればそれは視聴者に行くし、マスゲンさんがいやこれええんちゃうかってなれば、はい、もうマスゲンさんへのプレゼントと、あ、なるほど、いう形なんですよ。あ、はい、ケイ君ね、うん、死ぬほど欲しいっす死ぬではじゃあ視聴者の皆さん、まあ残念ながらですね、これ視聴者のプレゼントにはならなさそうですわ。マスゲンさんにプレゼントします。あ、でも縛りが、まあ、でも言い換えればこれ0円ですもんね。0円ただやから。カシータスに塗ってくれてたらなんでスコディやね、嬉しいうわあ、なんでこんなダッサいプラスチックみたいな赤色やね。ええ感じでしょ。逆にいいね、なんかね、かっこいい路線でいくか、もうちょっとネタ路線でいくか。はい、ほんまはね、このハンドルも真っ赤っかにしたろうかなと思ってて。いやどうしよう、うわー、これでも視聴者プレゼントにするようなもんじゃないですもんね。まあこれ、まあ使う使わへんじゃなくて、めちゃめちゃ欲しいっす。飾っとくだけでも全然最高です。Kさんありがとうございます。イエーイ。いやー、ちょっと投げてみましょうか。じゃあ投げてみましょう。オッケーオッケー。どう似合ってんね、真っ赤っかやで。いやいいな、これよかった。ケイさんありがとうございます。あ、いえ嬉しいわ、こんなに喜んでもらって。どう、視聴者プレゼントにする？いや、しないっす。あ、せえへんねん。それはもうマジないかな。あ、それはなし。はい、もし僕が2万円縛りはどこ行ったんやと大叩かれするなら、まあこれは自分家に飾っとく、もしくは海で使ったりとか、うん、あとまあ僕のあの2万円縛りっていうのは、うん、2万円以下のやつでバスを、デカバスを釣るのを見せつけたいというか、高いタックル使ってる人と同等の超過を見せつけてやりたいっていうことなんで。なるほど。これで釣ったやつはノーカウントっていうことにすれば使えるってことですよ、言ってみれば。僕の2万円縛りっていうのはそういう趣旨のもとやってるだけなんで。もう一人でに納得してる。はい、そういうことです。文句ある人は全員ブロックしますいやー、よかったよかった。あー気持ちいい。めちゃめちゃ飛んでるね。というわけで皆さん、じゃあこれマスゲンさんにプレゼントという形になりました、はい、申し訳ないですけどK 君の思いが詰まってるんで。まあまあ、K 君とディケードのワークスの、あ、まあまあ思い込めたからね、はい、これを誰かようわからんやつにあげるって、そういう、それはできません。それは通りませんそんな都合のいい話ない。そんな話ありません。もう僕が使う使わへんじゃなくて、もうこれはもう飾ることもできるわけですから。まあそうやね、はい、僕がなんか動画家で撮るときとか、ここにロッドスタンドあって、そこにくっつけとくことができるわけですから。ああ、そうやね、はい、使わないにしてもね、はい、じゃあね、皆さんこれじっくり見てお別れしましょうか。うん、俺のスコディ俺のスコディ